はいどうも、皆さんこんにちは、アノイジです。ということで、本日はですね、以前ですね、遊郭編全16話になるよっていう動画出したんですけども、3巻のね、円盤情報が出てまして、こちらということで、まあ、2話と来てるんですよね。だからちょっと変わってきそうだよっていうことで、まあ、今回は3つの案をですね、ちょっとまとめてきておりまして、まあ、全何話になるかっていうルートをね、3つほど用意したので、まあ、そちらを皆さんとちょっと共有していきたいなと思っております。なんでまあ、遊郭編全何話になるのっていう、まあそういう予想動画なんですけども、まあぜひぜひ最後までご覧くださいと。ってことで、今のうち皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではもう早速やっていきましょう。はい、ということで、まず一つ目の案なんですけども、まあ、円盤情報3巻まで出てるということで、まあ、こんな感じなんですけども、まあ、2巻から6巻がね、まあ、2話ずつの構成になって、まあ、全11話というのが、まあ、一番この前も予想した通りなんですけども、まあ、これが一番可能性としてはあるんじゃないかなと思ってますね。まあ、1巻がまあ1話なんですけども、1巻はまあ1時間ということで、まあ、実質2話分なんですよ。だからまあ、2話ってきてね、まあ、全6巻なんですけど、まあ、それでまあ、全11話っていうのが、まあ、一番このなんか鬼滅の刃の公式さんが挙げてる感じだと可能性は高いのかなと僕は思ってますけども、ただですね、原作の量的に全11話で収めるとなると結構変なところで終わるというか、まあ、上限のパワハラ会議は絶対に来ないし、なんかみんなが見たそうなとこまでは進まないんじゃないかなと僕は思っておりまして、まあ兄よりもやってるからね、それ含めるとちょっとなんかいびつな話数ですねということで、まあ、全11話ちょっと奇妙な数字となっております。まあ、原作のね、量的に見るとですよね。はい、ただちょっと可能性は高そうだなと思ってます。さあ、そして2つ目なんですけども、こちらですね、はい、4巻から6巻がまあ3話ずつの構成になりまして、まあ、全9話、まあ、5プラス9ということで、全14話のね構成になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、これどうでしょうか。なんか4巻から6巻の情報はまだ出てないんで、まあ、これがまあ3話ずつね、綺麗な感じで展開していけば、まあ9話プラスということで、まあ全14話になるんですけども、これだったらね、まあパワハラ会議の直前ぐらいまでやるのかな、まあ遊郭編の切りのいいところまでは結構いけちゃうんじゃないかなと思ってて、まあ原作の量的に見ても、まあ円盤のなんか不自然さがないっていうところで見ても、一番しっくりくるね話数なんじゃないかなと僕は思っております。だからまあ個人的な予想としては全14話がね一番いいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ一番来るんじゃないかなっていうか、まああまり不自然じゃないんで、まあ来やすいかなと思ってるんですけども、どうでしょうかね。全14話、まあ、原作的に考えても、まあ、あんまり不自然はないよねっていうことで、まあ、ありそうかなこれがね、うん。さあ、そして3つ目の案なんですけども、こちらですね、まあ、全11話、先ほど紹介した全11話の構成でやって、まあ、残りは刀鍛冶の里編を含めた2クール構成、2クール目に繋がるんじゃないみたいなね、まあ、ちょっと変わった予想なんですけども、まあ、これやっちゃうとなんかまあ刀鍛冶いきなり入るっていうことで、2クール目も刀鍛冶の中途半端なところで終わっちゃいそうなんで、ちょっとこれはまあグダグダと進んでいっちゃうんで、まあないかなとは思ってるんですけど、まあ2クール目に繋がるということで、まあ4巻の円盤情報がもしまあ2話という風に発表された場合、まあこれが一番あるんじゃないかな、3つ目の案があるんじゃないかなと思ってますね。で、まあもしくは2クール目に繋がらず、まあ残りの話数、兄よりを含めた後半映画化みたいのはまあゼロではないかなと僕は思ってますね。はい、ただまあ、後半映画化はさすがにちょっとまあ、テレビアニメで始めたんだからしっかり遊郭編はテレビアニメで終わらせようねっていうことで、ちょっと土俵が外れちゃうので、まあ炎上だったり、金の匂いがすごくするということで、まあ、やってほしくはないですね。はい、だからまあ可能性は低いけど、まあ3つ目の案は尖った予想です。はい、まあ大穴予想というか、まあ尖った予想です。はい、だからまあ個人的なね、最終的な予想としては、まあ遊郭編に関しては2つ目の案、全14話っていうのが、まあ原作の量的に見ても、まあ円盤のその3話ずつっていうなんか不自然さがあんまないっていうところで見ても一番近いのではないかなと僕は思っております。ただまあ全14話の場合、上限のパワハラ会議まではちょっといかないんじゃないかなと僕は思ってますね。全15話だったらね、上限のパワハラ会議までは行ってたと思うんですけど、14話だとね、その前で終わりそうですね。ということで、パワハラ会議ちょっと見れないかもしれないですね、今回遊郭編では。ということで、皆さんそんな予想でした。
た。はい、ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、ちょっと緩い動画ですけども、まあ、ぜひぜひ皆さん全何話になるか、ちょっとコメント欄の方でも意見ちょっと聞かせてください。ってことで、皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。うっばい。